どうも、ワークでございます。ということで本日は最近なんか超大人気のこのゲーム、スーパーマーケット、気を取り直してね、まあ、このスーパーマーケットシミュレーターやっていきたいんですが、まあ、私、このゲームの最後を見たい。どんだけスーパーを大きくできるんだろうっていうのでね、まあ、世界一ね、大きいスーパーを作り上げたいと思うんですが、まあ、今日じゃ無理。まあ、でもゆっくり作っていくんで、ぜひね、今後ともね、見ていただけたらありがたいでございます。ということで、ただいまの枠の状況をお伝えしますが、途中です。めちゃくちゃ途中です。まあ、っていうのも、なんか、最初のところって、まあ、いろんな人がやってるから別にいいかなと思って、とりあえず、まあ、ある程度のところまで進めております。ということで、この辺からやっていきたいと思うんですが、まあ、商品とかある程度並べ終わって、まあ、だいぶ綺麗にしてるんで、これでね、早速店を開けていきたいと思います。じゃあ、今日のワクワクマーケット、オープン！いらっしゃいませ。早速、入ってきます。無視。貫通していくタイプだ。これ、呼び込みとかできるの？めっちゃ、すごい、バネ人間だ。もう飛び越えれてる。バスケットボール選手ぐらい、NBA 選手ぐらいジャンプ力ある。店はめっちゃ離れてる。店入ってるかな？入ってる可能性あるな、ワンちゃん。ワンちゃん入ってる？入ってない、全然。オープンしたのに全然入ってないぞ。どういうことだ？あ、絶対お姉さん入ってくる。じゃ、ここで待ち構えとこう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。OK、準備完了。チキってしまった。初めてのお客さんにチキってしまったよ。高すぎる？牛乳？待って、値段設定全然見なかった。高え、確かに高え。2.8。下げた。買う。おーい、あいつ何も買わねえの。お姉さん、買わない？あれ、このお姉さんとさっき入ってきたの。待って。まあ、いいんじゃない。初めてのお客さん。今日の初めてのお客さんだね。20.3 ということで。まあ、いくら。ありがとうございます。コーヒー結構ね、いい。あ、元気めんどくさいな。ありがとうございました。オッケー。ね、ちょ、全然今日客の入りが悪いな。おー、いらっしゃい。いらっしゃい、やってるよ。あ、お姉さん、いらっしゃい。いらっしゃい。はい。いらっしゃいませ。おー、チキってしまう。すぐチキってしまう、お客さんが入ってきたら。だけど、いっぱい買ってくださいね、お客さん。なんか高いとかあったりって、値段ちょっと今のうち見直していこう。ちょっとずつ。これは、やっぱいいぐらいの値段だな。水、ちょっと高いけど、まあ、ため英語。ちょっと高いな。4.5 にしよう。だいたいね、1ドル弱ぐらいの感じがいいんじゃねえ。1ドル弱ぐらい市場価格が高いぐらいだったら買うんじゃねえかって思ってる。言うてもやっぱちょっと高めがいいじゃん、やっぱり。なんか市場価格とぴったしってさ、なんかちょっと気が引けるみたいなところあるけど、急にお客さんいっぱい来た。ありがとうございます、元気、それちょうどない、ちょうどいいね。ラッキー、ちょうどラッキー。カードいいね、カードすごくありがたい。5.6 と。ちょっと一回さ、値段を見直していこう。あ、大佐、すごい、早いな、お姉さん。ほんと早いね、ありがとうございます。で、カードめっちゃありがとう、助かる、ティッシュだな。オッケー。一回値段見直すから。ちょっと待ってろ、値段見直すから。シリアルじゃねえのか、これ。まあ、いいぐらいじゃないか。これもまあ、悪くないだろう。ピン言ってる気するね。コーヒーは、まあ、こういうちょっと、あ、いる。コーヒー買いそうなお兄さん。このお兄さん絶対コーヒー買ってるから。ほらね、絶対買ってるのか。コーヒー、もう、めっちゃ買ってくれてるじゃん。ありがとう。現金かよ。そんな高いの現金かよ。6の。このお釣りシステムちょっと難しいんだよな。5の、123と。はい、オッケー。うわ、めっちゃ買ってくれる。やばい。現金。あ、ラッキー。ちょうど、お、いいね。今日めっちゃ売り上げいいんじゃない？まあ、今日、みんなに見せてるのは初日だから、いつもと違いわかんねえよと思うかもしんないけど、今日かなり売り上げいい方かもしんない、これ。で、こっから飛び越えていって、どこ飛び越えてったってなるけどね、小麦粉はまあそこそこ、あ、パスタかあれ。どれが何かわかんねえんだよ、外国製品すぎて。切り身パンも、まあ悪くないか。小麦粉、これが小麦粉か。小麦粉、ちょっと安くねえか。まあ、そんな安くないか。オッケー。今日めっちゃ売り上げいいね。カードラッキー。カードありがとうございました。の5の。はい、ラッキーな感じ。ありがとうございました。あ、ちょっと少ないけど、もうちょっと買ってほしいな。もうちょっと買ってくれたらね、なんかもうちょっとね、売り上げ上がるのになとか思っちゃいます。すいません、お客さん。ありがとうございました。ほんで、いらっしゃいませ。いい。ね、ちょっと、商品補充していくか。これ、全然売れてないな、この。これなんだろう。これ、スースーってやつなんだろう。なんかわかんないな、スースーってやつ。
なになになに、お、オッケー。礼します。はい、少々お待ちください。チーズいっぱい買ってくれてありがとうございます。お釣り多いのめんどくさいですね、お客さん。お釣りもうちょっとなんか払いやすいようにしてくれませんか。あ、見せ。あ、やべ、はい、変な払い方してる。4の、難しいんだって、この、現金やめてほしい。現金やめて、カード、お客さん、カードでお願いします。あ、現金、ちょうどがよかった。まあ、仕方ないでございます。1、2、3の、80! はい。なんか、コーヒー1点買いとか、そんなお客さんいる？コーヒーだけが、チーズ高い！嘘。ちょっと見せて。チーズ高いっけ？高くないだろ、これは。これで高いって言われたらたまったもんじゃねえ、あいつ。帰った。あのお客さんか、もう一回チーズ行く？俺が下げたのを見計らって、下げてないけどね。下げたふりをすることによってお客さんが下げたんじゃないけど、結構買ってくれる、このお客さん。チーズ高いって言う割には結構買ってくれるな。11ドル。オッケー。今日売りは結構いいんじゃないか。ちょっと電気つけるか、そろそろ夕方の時だし。電気つけて明るくなりましたよ、お客さん。水2本買い。水なんかあんま売れないんだよな。水売れないからさ、ちょっと 93.34。多いって、お釣りが。お釣りが多いよ。3の234。はい。何が高いって言った？なんか文句言ったな、あいつ。できんかあいつ。3、4の、6の、10と、オッケー。カードで、22.93。はい。めっちゃ売れてる、売り上げめっちゃ上がってる。ない商品ないよな。いい、スースーの一個買い。あれなんだ、スースーって。シリアルか？でもシリアル別にあったよな。あれ、スースーってなんだ？あれ何の商品かわかんねえぞ。これがシリアルだよね。え、これシリアルじゃないのかな？なんかわかんねえ。現金、1、2、3、4、5の、1、2、3の、オッケー。ちょ、古文が欲しい。相棒が欲しい、レジ打ちの相棒が。これレジ打ちの相棒とか増やしたりできるみたいなんだよ。その相棒とかがさ、来てくれるとだいぶ仕事楽になるんだけど、レジ打ちだるすぎる。ちょうどありがとうございました。もうあと1時間ぐらいか。あ、いいね。今日結構いけるぞ。売りは結構いってんな。40.5 と。あ、いや、なんかめちゃくちゃ金払ってくれそうなお客さんが入ってきた。あのお客さんめっちゃ買うんじゃねえか。うわ、やばい。紅茶、コーヒーだ。コーヒーがなくなってるから。水2本その見た目で水2本そんなやついる？もうちょっと、あー、ミサ、1、2、3の。もうちょっと買ってくれよ。そろそろラストのお客さんぐらいかな。あれなんだ、あれシリアルか。あれ、これシリアルなのかな？シュガー、砂糖、あれ砂糖バカでかくね、佐藤は。あ、ちょうどありがとうございます。いらっしゃいませ。最後のお客さん、いらっしゃいませ。うわぁ、もう一人入ってきた。もう最後のお客さんじゃなくなりました。いらっしゃいませ。結構買ってくれんな。めっちゃ大量買いしてくれんな。いいね。いいラストスパ。51ドルはでかいぞ。51ドルはめっちゃ買ってくれた。ありがとうございました。めっちゃ買ってくれるじゃん。めっちゃ買ってくれる。あんまり金額はいかないんだね。まあいいや、60って多いな、お釣り。3ドルの、これめちゃ遅いと思うじゃん。めちゃ遅いからね。めちゃ遅いと思うかもしんないけど、めちゃ遅いから、マジで。ほんとに冗談じゃないぐらい遅いからね。やべえな、コーヒーなくなっちゃったな。コーヒー補充したけど、まあ明日でいいか、明日でいいや、とりあえず。何がいっぱいっつった？あ、待って。待って。レジ開けたい。はい。なんか閉めちゃった。めっちゃ買ってくれてるやん。そうでもないな。ごめん。なんか、勝手に期待をしすぎた。ごめん。なんか俺が悪いね、それは。8の、6。はい。これが最後のお客さんかな。とりあえず今日じゃ閉めっか。どんぐらいいった？結構いったんじゃない？見つけた商品が高い。めっちゃ売れてる。そんな高いか？おお、利益 400！ めちゃでかい！はい。ということで、商品をいろいろ買って並べてまいりました。で、もう一日ぐらいちょっと営業してって、もうとりあえずオープン！いらっしゃいませ！ということで、
で、この日、まあ、いろいろ頑張ってしまえば、結構お金貯まって、ちょっと拡張できるんじゃないかと思うんで、またね、拡張できる未来がやってまいりましたら、お会いしましょう。はいはいはい、ということでね、ついにね、ストレージを開放しようかなと思います。これかい、もうね、俺、銀行でお金借りてきたから。これでも銀行のお金返せねえぐらいになっちゃった。これで在庫をマッジでいっぱい抱えることができる。ただそのついでに、商品ライセンス買っちゃおうかな。早えかな。いや、早えか、まだ。普通に今のやつをちょっと在庫抱えまくろう。買いまくるわ。このラックを、ここに、置いて、はい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 、置きました、置きました。これで在庫をバンバン。あれだけどさ、これ在庫って自分で結局入れなきゃいけないの？はい、在庫入れの、これ在庫とりあえず抱えとけばいいのかな。パン大きいの、雑なんだよな置き方。毎回なんか注文、アマゾン雑すぎるんだよマジ。こんなさ、道路はみ出てっから、ほとんど落ちてっから、ラック置きれねえ全然。これもっとさ、詰めておけねえ、詰めておけねえの、もっと。え、もう 6個しか置けねえじゃん。置けねえよ、じゃあ。おい、引くな、引くな、俺の商品やぞ。お前、引くな、引くな。結局、ここじゃねえかよ、俺のストレージ。あそこにストレージ作った意味だろう。マジでふざけやがって。とりあえずね、今日もオープンしていきましょうか。とりあえず、もうこれストレージさ、入れたけど結局こっからさ、取んなきゃいけないんだよね。え、あれ、ストレージ解放した意味ある？わざわざさ。え、800ドルかかったんだよ、ストレージ解放するのに。え、それだけのさ、仕事してくれると困るって、マジで。こっから入れねえの？わざわざさ、前待って、え、これ、こっちの方がよくねえじゃん、ストレージ。俺のストレージここだわ、やっぱり。え、ショック。なんかついにストレージ解放してさ、なんか、バンバン効率上げていこうと思ったのにさ、え、ショック。だけど店舗レベルあと2で人雇えっから、人雇ったらだいぶ違うんじゃないかな。レジ打ちがめんどくせえからさ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ありがとうございます。え、なんだこの微妙な組み合わせ。そんな2点を買う人いるかな。失礼、めちゃくちゃ失礼。オッケーオッケー、分かった、行く行く。並んでんね、並んでんね、めっちゃ買ってくれる。お、今日のお客様羽振りいいね。18.7、はいはいはい、カードでカットしないできるだけ。ありがとうございます、カードありがとうございます、すごい助かる、すごい助かります。カードで買ってくれると、カードじゃないとめんどくさいからね。元気あるけど、牛乳1個、どういうお買い物。結局さ、これストレージに取りに行かないから全く意味ねえんだけど。俺なんか新しく買っちゃってるもんね。ストレージに入れた意味みたいなとこない？ストレージ遠いもんな、あそこに行くことなくね。あ、ミスター捨てちゃった、捨てちゃった、最悪。シール残ってたのはどう見ても最悪に捨てちゃった。うわ、もったいねえことした、マジしくった。でも電気つけないと、電気つけないと見えなくなっちゃう。21.7、それは電気つけたいけど、先に済ませよこいつを。1ドルと、オッケー。電気つけて、なんだなんだなんだ、何が、まあ、とりあえず処理するか、処理するか、とりあえず処理するか。12と。はい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 、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。何が高すぎるっつった。おい、何が高すぎるかちゃんと教えてくれないかな。何かが高すぎるじゃなくて、何が高すぎるちゃんと教えてくれないかな。わかんないから、そういうお客さんの声とか大事にしたいって思ってる気持ちはあるのにさ、大事にできないみたいになっちゃうからさ、ちゃんと教えてほしいな。何、小麦粉高い高い、知らない、じゃあ買うな。はいはいはい、今日の営業終了しました。いくらぐらい利益上がったか。利益マイナス、え、マイナ、ああ、アップグレードコストがあるからか。まあ、それは仕方ないな。実質プラスではあると思う。実質ね。実質プラスではあると思うから大丈夫。心配ないさ。心配ないさ。よし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 。3日目ワクワクマーケット開店。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日は値段見直さないといけない。値段見直さないといけないぞ。全然見直しなかった。悪くない。悪くない。悪くない。コーヒーはなんか意外と売れるんだよな。意外と売れるから、あのぐらい高くてもいいかな、みたいな。コーヒーは意外と売れるから高くてもいいにしよう。24と、はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。めっちゃ買ってくれるじゃん、めっちゃ買ってくれるじゃん。おっきいだけか。そうでもねえわ。それは、ちょうどありがとうございます。ありがたい、ありがたい。ちょうどは非常にありがたい。
現金ちょうどありがとう。2連続ちょうどのお客様、本当にありがとうございます。お客様は神様、ありがとうございます。いやもう夕方過ぎてきたんだけど、だいぶいいペース、めっちゃ買ってくれる、めっちゃ買ってくれる、めっちゃいいペース。なんか言ってんの、あいつ、なんか言ったの、あいつ文句。うわ、51ドル高すぎる。これはいいぞ。今日結構な売り上げ上がってる気するな。しかもまだまだお客さん入る。現金で60って結構めんどくさいな。61、2、あ、間違えた。5の3、4、5、6、はい。めっちゃ買ってくる。これやばいんじゃない？うわ、62ドル。やっぱ62ドルって。8、1、2、3、はい。少な！少な！え、こんだけでレジよく来れましたね。あの人の次に、よくこんだけでレジ行こうと思いましたね。もう9時になってんだけど、お客さんが鳴りやまね。お客さんがもう一生来る。ありがたいことだね、本当に。いや、ありがたい。ありがたい。忙しい悩みってこういうことは少ねえ、最後。最後のお客さん少ねえ。まあ。とはいえさ、今日結構稼いだんじゃないかな、これ。かなり稼いだ気がするぞ。とりあえずちょっと見てみようか。はい。これ収入を見た方がいいんだね。収入が800ドルぐらい稼いでるな。かなりいったな、これは。いい感じだぞ。はい、4日目でございますが、今日乗り切ったら、でも店舗レベル10に上がって、まあ、レジ打ちを雇えるんじゃないかと思うんで、今回ね、レジ打ちを雇うところまで行けたらね、最高だなと思うんで、そこまでちょっと頑張りたいと思うんで、まあ、ちょっと今日、すっ飛ばしてやっていきましょう。はい、今日の営業終了いたしました。ということで、今日も結構稼げたぞ。そうでもないな。はい、皆さん、ついにレジ係が買えますよ。はいやー！火災？どういうこと？か、ん？は？なんだ？え？やべやべ、なんか、めっちゃ買っちゃった。え？うわ、いる。やる気なさそう。おい、相棒一緒に頑張ろうな。おい、初めての相棒だ。おい、ドキドキだぜ。待って、じゃあ、せっかくだから、いろいろちょっと、拡張とかしてみようか。ストレージじゃなくて、これで、どうなる？え？え、看板だけ？あー、ちょっと色くなってる。ちょっと広くなってるから、ちょっとしっかりと詰めっか。え、待って、じゃあ棚とかも欲しくなっちゃうな。棚とかも欲しくなっちゃうし。なんやったらライセンスも欲しくなっちゃうな。見て。ほら。店っぽくない？めちゃくちゃ店っぽいでしょ。コンビニっぽいでしょ。いや、テンション上がる。なんだこのめちゃくちゃ面白いじゃないかよ、このゲーム。おいおい、勘弁してくれよ。面白そうすぎるだろう。え、待って。じゃあさ。え、もっと綺麗に置きたくなっちゃうな。全部さ、商品リセットしたい。もう一から置き直したいわ。うわー、これ縦一列全部同じ商品にして。邪魔ー、これ邪魔ー。まあまあ、ちょっとゆっくりやっていくか。とりあえず今日のオープンしようか。オープン！うわ、こっちになってる。看板も変えたし。あ、看板変えただけじゃないんだ。広くなったな、一応。うわ、テンション上がる！おいて、しかもあいつがレジ打ちやってくれるんだよな。あ、そういえば、ストレージあった、ストレージ。ストレージに俺在庫いっぱい抱えてんだ。これなんだ？パンか。パン持ってこう。テンション上がるな、マジ。あ、入れねえ。ここもう、パン一列埋めていいわけだからな、ここも。ここも全部パンで埋めていい。はい、パンで埋めて。なんか言ってんの、あいつ。あいつ、なんか、文句言ってなかった。高すぎる。あ、値段見直してねえ、全く値段見直してねえぞ。悪く。え、待って、ピット来る。あ、レジ打ちしてる。おー、感動的な。小麦粉はパスない。パスない。パスタか、パスタ。パスタ。購入とは。え、で、俺はもう購入とかをしまくれるわけでしょ？あいつがレジ打ちをやってくれるから、俺の相棒が。相棒がレジ打ちをやってくれるから、俺はもう購入とかしまくれると。最高じゃねえか、相棒よ。待って、もっと買ってよかったな。値段見直そう。オッケー。いいぐらい悪くない。値段見直しながら、ちょっとちゃんと見ていこうか。パンも悪くないね。オッケー。あと、冷蔵庫。水も悪くないね。牛乳は、ちょっと安いね。4にしよう、4。基本的にね、まあ、だいたい、なんか、0.5 ドルプラスぐらいの感じがいいんだよね。ギリだね、ギリ。オッケー。
ちょっと、お前マジ、めっちゃ優秀じゃないか、おい、レジ打ちやってくれるの、最高だな、マジで。え、めっちゃいい、めっちゃいい。え、やる気なさそう、お前、相棒。相棒もっとやる気出した方がいいって、挨拶とかしてる、ちゃんと。ちゃんと挨拶とかした方がいいよ、一応。そういうのなんか気にしてくるお客さん多いと思うから、なんか言われないでね、一応うちの店でやらせてもらってっから。まあ、めちゃくちゃ忙しいんだけど、あいつがやってくれてるからさ、もう、俺一生この品出しできる。めっちゃ楽しい、このゲーム。品出し一生やってるのめっちゃ楽しいんだけど、わかんないでしょ、品出しの楽しさ。めちゃくちゃ楽しいから、品出しって意外と。本当はね、なんかめちゃくちゃめんどくさいことなのかもしんないけど、ゲームでやる分にはめちゃくちゃ楽しい。やべ、電気つけないと、電気つけないと。暗くて見えないって言われちゃう。暗くて、あー、ちょ、操作がおぼついてない。操作がおぼ、パニクってる。あいつがレジ担当してくれてるのにパニクってる。新商品をこっちに出せる喜び最高だぜ、本当にこのゲームよ、楽しすぎんだろう。あ、こっちの方って夜になると暗くなるんだ。あ、マジか、こういうのつけなきゃいけないんだね。なるほどね、そういうのあんだ。うわ、これなんだ上。あ、やべ、シリアルなくなってる。帰っか、シリアル。まだギリ帰る。3個買って購入。オッケー、あぶ、ギリギリで買えたわ。で、シリアルをこっちのとこに置けると。遅いな、大丈夫か？おい、めっちゃ遅れてないか？もう買えねえんだけど、この時間買えねえからさ、俺暇なんだけど。牛乳も補充しとこう。商品がすぐなくなっちゃう、マジで。忙しいで幸せだな、本当に。終わりかな？じゃあちょっと今日どんだけ溜まったんだろう。これめっちゃ溜まったんじゃねえかな。あー、まあ週、なんか俺変なのに使いすぎたから、まあ仕方ねえか。まあ。これ借りちゃおっかな。さすがにでけえか。さすがにでけえよな。うーや、借りちゃった。2000万じゃねえ。2000ドル。やばい金額になっちゃったな。買いまくろう。とりあえず支払い関係はちょっと済ませようか。支払い済ませて、ストレージはいらねえか。採用、ライセンス買っちゃうか。増やしちゃおう。で、さらに増やしちゃう？おい、どうなった？ちょっと一回見よう。うわ、広い、うわ、広すぎて。待って、これ電気も買わないとやばいから。家具。スポットライトでいいのか？これ2個ぐらい買っといて。冷蔵庫も買っちゃおう。レジカウンター買っちゃうか。なんでミラー付きレジカウンターって。買っちゃおう。うわ、金なくなっちゃう。うわ、めっちゃ使った。うわ、商品買えねえかもしれない。一回配置からやってくるわ。はい、みんな、並べてきたぜ。いくっていい？レジ2個邪魔、マジで。レジめちゃくちゃ2個邪魔なんだけど。まあ、とりあえずこれでやっていこう。ちょっとまだ全然置けてない商品とかもあってさ。もうお金がなくて買えねえんだよ。小麦粉とかもなくなっちゃった。なんかバカみたいなお金使いすぎてさ。しかもこれ、次の日さ、借金めっちゃ返さないといけないのにさ、これ返せっかな。やべえかもしんねえ、支払い。まだ前のローンも返せてなかった気がするからさ。バカみたいに今借りてんだよな。とりあえず今日バンバン稼ぐしかねえな、とりあえず。いらっしゃいませ。ありがとうございます。そっち？はい。あいつサボってねえか？お、あいつサボる感じになっちゃうな、そうすると。そういう感じの、こいつさ、あっち側と変わってくんねえか？ねえ。補充じゃ。待って、レジ待ってる、もしかして。レジ、お前さ、あっちのレジも見る。ああ、あっちにも行ってくれた。ありがとう。そういう、小麦粉高すぎます。嘘。高すぎる。小麦粉高すぎくんだな。ちょっと待って、値段、そういえば小麦粉の値段見てねえんだよな。どうしよう。
高くねえだろ、高くねえだろ、あいつボッ、なんかすぐ文句言ってくるからさ、いるよな、そうやって何でも構わず、なんかもなりふり構わず、なんかもうとりあえず文句言っとけみたいなやつさ、迷惑だわ、そういうやつ。もうできんでもいいけどな、これ俺レジしなくてもいいのかな、レジ来る来る、来たら俺対応するよ、はい対応しまーす、はい、久しぶりのレジね、もう久しぶりのレジも全然腕衰えてねえから、1、2、3、1、1、2、はい、早いね。おい、相棒、俺ら早いか、相棒、お前もなんか、すました顔しやがって。もう一人雇うのもありだな、万全100溜まったら。コーヒー売れてる？コーヒー。ちょっと待って、コーヒー置くか、上に。上に置くか、いや、コーヒー。いや、とりあえず、補充しよう、補充しよう、できるだけ、できるだけ補充して。で、商品を、え、チン、チン出た、チン出た、チン出た？相棒お前さ、いや、もう一人欲しい、もう一人欲しいな。もう一人欲しくなっちゃった、もう普通に。29と。まあまあ、最悪ね、こっちで俺が相手できるっていうだけでもでかいか、普通に。オーバーしちゃった。ポリボール消して、購入して、チーンじゃなくて、チーンじゃなくて、相棒お前さ、見てないでさ、こっち空いてますよとか言えねえの。お前がさ、受け持つべきじゃん、絶対に。お、普通さ、こっち空いてますよとか言って、お、並ぼうも並ぼうで、なんで入れるんだろう。ダリー、こいつらマジで。1、2、3、4と。オッケーオッケー。文句ばっかり言ってないでね。俺、品出しもしないといけないの。忙しいわ。忙しいわ、本当に。あー、忙しい。え、チーンじゃなくて、チーンじゃなくて、ちょっと待って。チーンじゃなくて、チーンよ。急に忙しい。わかった、はい。めっちゃ買ってくれてる。はい。カードで、サンキュー。ミサ。サンキュー。で、ちょっと、しない。おー、なんか、ドッペルゲンガーみたいな。おー、あいつら。ほら、対象の動きしてる、対象の動き。ドッペルゲンガーだぞ、あいつ。出会ったら多分死ぬんだろうな。どこに置こう。置く場所ねえな。とりあえず、ここ置いとくか、一旦ね、ここ、これが何なのか、全くわかんない。もう商品がさ、何がなんか全くわかんなくなってきたぞ、いよいよ。チーズも補給して、ちょ、とりあえずここ捨てといて。チン割れてないよな、まだ。チン割れてないよな。オッケー。卵。やべえな、牛乳がなくなっちゃうから。チン、俺、呼んだ？ちょっと待ってね、おい、相棒やべえ、待て。ちょ、どけ。やばいとこから言ってる。お前さ、こんだけ焦らせたさ、紅茶1点って。ふざけんなよ、お前。1、2、3の、5の1、2と。はい。で、ちょっと、品出し。品を出したいから、これなんだ、あ、これここか。うわぁ、起きたくねえから、これまだこっち置いとこう。で、G 置いといて。え、待ってるよな。金はどんどん溜まっていく、効率、もう一人雇うか。もう一人雇うのも全然ありだな。チーンじゃなくて。いや、オッケー。はい。行きます。はい。で。あ、どうぞ、ありがとうございます。おー、めっちゃ買ってくれてる。これ好きなんですか、この、なんか、ピーナッツバターだっけ、ピーナッツバターみたいなの好きなんですか。ちょ、相棒、こっち、なんでこっちこんな待ってんの、おい、相棒、あ、働いてる、相棒。あいつ、サボってない。相棒、マジで。あいつ、バイトの分際でさ、サボってんじゃないかな。あ、待って。適当な商品並べたけどさ、値段つけてねえよな。これ、値段つけてねえよな。やべ、ぼったくりだ。逆ぼったくりされてる。待って。絶対値段つけてねえの、あるって。この時つけてるよな。つけてるわ。どれだ？これは？これつけてるわ。ピーナッツバターこれつけてないね。6。の、他つけてないのあったっけ？こいつはつけた。呼ばれた。はい。呼ばれ飛び出て、あくびちゃんで、ちょうどありがとうございます。これなんでこんな暗いの？これなんか電気つかないのかな？牛乳がないね。牛乳。回転率半端ないな、ほんとに。よし。じゃあ、とりあえず今日は一回閉める。今日の売り上げどんだけいってんだろう。半端なくいってんじゃないかな。あんまりかな？あ、コストがでかいのか。はい。ということでね、本日ね、この辺で終わっていきたいと思いますが、またちょっとね、次回、こっから続きからやってって、次回はね、もっと拡大し、今回ね、パート1にしたらかなり拡大したんじゃないか。これがでも、とんでもなくでかい。イオンを作るを目標にして頑張っていきたいと思いますんで、引き続きご覧いただけたら嬉しいでございます。ということでね、本日の動画を終わっていきましょう。ありがとうございました。